竜を見る人たち。地球惑星の次元上昇が本格化するにつれて、竜を見る人が増えます。地球惑星のプシチュ文明が本格化する激変の中で、竜を見る人が増えます。一度も経験したことのない大災難の時代に、竜を見る人が増えます。災難の状況で竜を見るということは、とても祝福されたことです。自然災害の状況で竜を見るということは、守護天使たちが私を守っていることを意味します。危険な瞬間に竜を見るということは、守護神将たちが私を守っていることを意味します。危機の瞬間に竜を見るということは、天の保護エネルギー場が稼働していることを意味します。事故の瞬間に竜を見るということは、外部からの強い衝撃から自分が守られるということです。激変の状況で竜を見るということは、天が共にしているという強力な暗示です。困難と混沌の状況で竜を見るということは、自分を守っている竜の形を見るということです。一寸先も見えない状況の中で竜を見るということは、自分を守る竜のエネルギーを感じるということです。絶望と苦しみの中で竜を見るということは、天がいつも一緒にいて見守っているということを意味します。激しい寂しさと孤独な状況で竜を見るということは、真っ暗な闇の中に差してくる一筋の光を象徴します。祈りと修行中に竜を見るということは、意識が浄化し、意識が目覚めることを意味します。メタ認知の状況で竜を見るということは、内面の声を聞いていることを意味します。知らず知らずの間に竜を見るということは、天が自分に何かを感じさせることでメッセージをくれているということです。竜は天を象徴します。竜は天の天使たちを象徴します。竜は天の権能を象徴します。竜は生き残る人に配置される守護天使を象徴します。竜は生き残る人に配置される守護神将を象徴します。竜は生き残る人に配置される天の約束を象徴します。竜が人間の体で活動すると、霊的能力が長寿になります。竜が人間の体で活動すると、霊的能力に優れた人になります。竜が人間の体で活動すると、神霊な機運が生まれます。竜が人間の体で活動すると、体の痛みが減ります。竜が人間の体で活動すると、体が軽くなります。竜が人間の体で活動すると、治癒能力が生まれます。竜は天が与える霊的能力を象徴します。竜は天とあなたをつなぐ橋の役割をしています。竜は天の声をよく聞けるように、ガイド天使の役割をしています。生き残る人を必ず生かすための天のプログラムを執行する竜たちの活動が本格的に始まりました。
生き残る人を安全な場所に案内するための留立の活動が本格的に始まりました。光の働き手立ちを守る留立の活動が始まりました。光の働き手立ちの役割と任務を助けるための留立の活動が始まったことを伝えます。新しい天と新しい地で共にする稚拙因縁のある人たちに、竜がいつも一緒にいることを伝えます。あなたがどこにいても、あなたが何をしていても、竜がいつも一緒にいることを伝えます。2022年8月11日、ウデッカ。